皆さんおはようございます。ミュート千秋です。このぐらいお水を入れてスイッチオン。兄ちゃんにどうしてもキスがしたい。はい、今日のイギリスチェック。曇ってますね。はい、4月はまた寒いです。朝ごはんね、何作ろうかな。すっごいお腹空いてんですよ今。材料がないな。何があるって、昨日作った、玉ねぎのドレッシングに、肉がね、こういうね、何？スプーン入れたまま普通さ、冷蔵庫入れないよね。イギリス人の方はね、いろんなものにこのね、グレービーソースをかけるんだけど、野菜がね、キャベツぐらいしかないな。ちょっとお店に行きたいと思います。もうやめてくれる？はい、それではお店に行ってこう。はい、朝からファイヤーつけてます。癒されるよね。What breakfast do you like? I don't know, what do you fancy? Eggs? English style breakfast? That'd be nice. What's English style breakfast? A full English breakfast. Ham? Bacon. Oh, it's bacon. Ham, not ham. Oh, ham. Ham, not ham. Yeah. Ham. Fried tomato. Yeah. Beans. But maybe just like some bacon. What time the stores open? Waitrose?9, 10. Let's go. 皆さん一緒に買い物行きますか? Can you take me to Waitrose, please? Eh? I don't drive. No, do you think I should drive? Not without a license. Well, もともとね、持ってたのよ。ということで、皆さん朝食買いに行きましょう。見て、真っ黒なコーヒー。これ美味しいの。炭がね、入ってるコーヒーなので、こんなに真っ暗。真っ暗。今日はノープランで買い物に行きます。よし、お店着きました。今日ね、寒いな。よし、それでは買い物を始める。ちゃんと書いてるね、すごい。 Clean trolley here. Yeah, so Oh wow, that's nice. It's eaten slightly green with olive oil and salt. 食べてみる。何これ、初めて見た。なんかこれはちょっと茶色っぽいじゃん。で、これ緑で、which one is the best? Well, it says best eaten slightly green, so... Okay, so... これ選んでみる? Looks slightly green to me. Slightly green. 見て、ザクロも売ってる。これね、剥くの大変なんだよね。オイスターマッシュルーム美味しいよね。大きいマッシュルームこれ買おうかな。私ね、最近オレンジが好きなんだよね。どれが美味しい? Okay, okay. Yeah. One back then. ベーコンはね、これ買いました。なんかね、メープルシロップが入ってたって。Freeze as soon as yeah, so you freeze it. You get a second one as well. Yeah, 面白いの買った。リンゴなんだって、リンゴ。この辺もね、結構美味しいよね。アンチョビ、アンチョビ。どうしよう、全部食べれるから。肉好きじゃないでしょこれで。You don't like it. Is it? アンチョビ。私エビ食べてみようかな。これもエビだ。ただいまでございます。大事なの忘れた。Beans, where's beans? Don't think you have beans. いつもね。ビーンズは家にあるんだけど、ない。ニックがこの前食べてたわ。トーストンビーンズとか言ってさ、ビーンズオントースト、ビーンズ。イギリス人好きなの分かる。ビーンズオントースト。Look, fat. ニックがコーヒー作ってくれます。お願いします。作ります。チャコールコーヒーね、ブラジル産コーヒーパウダーね、黒いパウダーね。よっしゃ、来週ダイエット始めて、始め、はい、始まる。デブだから暗いね。 Smells nice. You liked it? うん。オートミルクどうぞ。いいアロマね。I look so old. I'm not losing my hair. I just have a hairband up everyone. Makes my forehead look big. Because my hair is too long.
ね。パパパタカヤ。タカヤ。タカヤ。トカヤ。うん。All the barbershops are closed, so I've not been able to get my hair cut. いただきます。It is nice. It has a very slightly different flavour. Mm. Oh no, it's not bad at all. It's good. It's nice coffee. Yeah. Does it have health benefits? Yeah. Mm. In a sound. Oh, my neck. トマトはね、このままで美味しいんだよね。だからさ、ちょっと焼いちゃうともったいないなと思って、このままでいただきます。あー、ミャミャ来ちゃった。モカ、お腹すいた。いい顔にする？モカ、さっき朝ごはん食べたじゃないですか？またお腹すいたの。朝食ができました。はい、いただきます。どうですか？美味しそうだね。It was really good.はい、いただきます。いただきます。じゃあニックはちょっとあのミーティングがあるので上で食べてきます。忙しいよねニックね。 You busy? たまに最近オフィス行くよね。 For the first time in about 12 months, yeah、うん、じゃあ頑張って。バイバイ。バイバイ。よし。わあ、ソーセージ。リンゴが中に入ってる。本当に朝食もりもり食べて1時間後にはミーティングがあります。ベーコンどうなんだろう。メープルシロップベーコン、うん、ちょっと甘い。トマトびっくりするけど美味しい。はい、ということでモリモリ食べて飲んで、これ肉がね、さっき作ってくれたコーヒーなんだけど、炭が入ってます。だから黒いですね。うん、よいしょ。1時間か2時間くらい。はい、です。それでは meeting が終わりました。あー眠いね。2時間、今日のミーティング2時間で、現在12時でございます。最近はね、ずっとね家の中にいるので、ちょこちょこお外を歩きに行くね時間を増やしています。はい、ということでちょっとねあのラテを作って歩きに行きたいと思います。バニララテを作ります。ミルクは私最近ねあまりね普通のミルク飲まなくて、今日はブラウンライスドリンク、これにね3分の1くらいミルクを加えます。なのでこんなにアウトフォーカスなの。おお、よいしょ。だから寒いって言ったじゃん、みゆちゃん。皆さん、日本はどうですか？今日は何度でしょうか？ロンドンは12度。で、沖縄は18度。あ、でも今夜か。沖縄23まで上がるの？私が住んでる場所はロンドンと同じ12度ですね。で、今日ね、朝からね、紹介しているこちらのシーコーヒーなんですけども、私ね、結構ハマっちゃって、これ2袋目なんですよ。そう、私コーヒーめっちゃ好きなので、これにね、これね真っ黒なね炭が配合されています。こんな感じで見えると、ブラジル産の、ブラジル産 100% のコーヒーが、はい、混ざってますね。はい、でこのね炭は体内の悪いものを取り除くデトックス効果があるということで、海外セレブの間でもチャコールクレンジングが話題になっています。で、このコーヒーは国産の炭が配合されているだけではなくて、 MCT オイル、ビタミン D、 マッコリ由来の乳酸菌なども配合されています。多分ねみんな気になると思うんだけど、味はさ、私はね結構健康なもの好きなので、このね味とか香りとか好きなんですよ。もしね気になる方は半々で、そう、普通のコーヒーとこちらのシーコーヒーを混ぜて使うことも、飲むこともできます。はい、で今はね私ラテを作りました。はい、バニラシロップ、お湯、そしてミルクを加えて作りました。美味しい。そう、癖はねあまりなくてコクがあって美味しいです。はい、パッケージもねこんな感じで黒でかっこいいですよね。公式通販ですと初回半額で買えます。
これね、計算すると1杯65円です。はい、お得だと思います。結構ね、いろんな成分が入っているので、はい、お家で作って飲む時とか、あとはね、タンブラーで作ってこう散歩しながら飲んだりとかもいいと思います。はい、ということで、こちらのシーコーヒーのホームページの詳細はこちらの動画の概要欄に貼り付けておきます。ってことで、歩きに行きます。歩くのはね、私ね、ここ数週間続けてる。20分は、最低20分は歩くようにしてます。でもフレッシュエアっていいよね。はい、ということで、散歩行きます。かわいいみゆちゃん、はいはい、ほら、かわいこちゃんがいます。We do every day 20 minutes 歩くとね、あったかくなってくるんです。で、近くにね、公園がいくつかあるので、あそこに向けて歩いてます。イエイ、healthy healthy。 そうな、accomplished our goal today. Okay, let's go back home. 超寒い、超寒い。ただいまです。アイライナー落ちてます。新しく買ったアイライナー。はい、ってことで、今日の午後は本を読んだり、はい、映画を見たりして、のんびり過ごしたいと思います。それでは、ご視聴どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。